本語学校の市村です。今日本は冬です。とても寒いです。でももうすぐじゃん、立春です。立春は春がスタートするという意味です。日本で春は新しいことをスタートする季節です。皆さんは新しいことをスタートするとき、どんな心ですか？どんな気持ちですか？あ、そうですね、頑張ろうという気持ちですね。頑張ろうという気持ちはプラス、ポジティブが大きいです。マイナス、ネガティブは小さいですね。ゴールに向かって頑張ろうという気持ち、これを志と言います。皆さんの志を私たちは応援しています。ここで一緒に頑張りましょう。皆さんが知っている心がつく漢字、コメントしてください。待ってます。